ポルトガル戦績のフスタ。ヤン・ホイフェン・ワン・リンス・ホーテンの本よりフスタは、貝とホの両方を、動力源とする、浅い喫水を備えた、細くて、軽量の高速船。本質的には、小型が冷戦であり、通常、両弦に12人から18人分の2人用の、小似手用ベンチが並び、第三角保用の1本マストがあり、通常2門、または3門の大砲を搭載していた。 国は巡航と小ぎ手のエネルギー節約のために使われた。海は入港、出港時や戦闘中に船を動かした。フスタは北アフリカのサレ港やバルバリア海岸を拠点とするイスラム教徒の海賊に愛用された。その速度、機動性、風なしでも移動できる能力、そして浅瀬での使いがあって航行する船を待ち伏せするには重要、などは戦争と海賊行為に 理想的だった。バルバロスサ兄弟のバルバロスオルチとバルバロスハイレッティンもフスタを使っていた。北アフリカのオスマン帝国による征服後、グラナダカーク後のスペインから脱出するムデハルとモリスコの救出を行ったのも主にフスタである。彼らと他の北アフリカの海賊は16世紀から17世紀にかけてキリスト教徒の海運と地中海の島々と沿岸地域に恐怖をもたらした。 ポルトガル人はこの船を北アフリカでも15世紀と16世紀に広く使用し、さらにインド洋にも導入した。インド洋では沿岸や河川の浅瀬での巡回や襲撃に特に適していた。1535年、ポルトガルの航海士、ディオゴ・ボテルホ・ペレーラはインドからポルトガルまでフスタで航海した。ありがとうございます。